ここなら釣れそうだな。それ。まず待つかな。それ。ま、こんなもんかな。ここがビーチの受付か。ここで水着とかも借りられるみたいだな。いや、こんな場所が作られてるなんて夢にも思ってなかったぜ。早速受付を済ませておこうか。こんにちは、ようこそレイクビーチへ。特務支援課の方々でいらっしゃいますか。あ、そうですけど。マリアベルのお嬢さんが伝えといてくれたのかい。はい、本日の昼過ぎまで貸し切りとなっております。水着についてはこちらの方にサンプルを用意しましたので、お好きなものをお選びください。へえ、それじゃあ。さて、どれにすっかね。うん、しかしロイド、特務支援課に入ってから最大のご褒美って感じだよな。さすがに大げさだろう。確かにみんなどんな格好をしてくるかちょっと楽しみだけどさ。そうだろう。しかもイリアさんやセシルさんの水着だぞ。加えてリーシャちゃんみたいな超有望株なんかもいるし。落ち着けって。でも何気に俺たちの周りってスタイルのいい女性が多いよな。セシル姉やリーシャもそうだけど、エリーもかなりグラマーだし、イリアさんはモデルみたいだし、ノエルやフランちゃんも出るとこ出てるしな。まあティオスケやシュリゾーはこれからに期待ってことで。失礼だぞランディ。
そういえばキーヤって泳げるのかな。聞いたことはなかったけど。大昔のことだし本人も覚えてねえんだろう。一応溺れないように誰か見てた方がいいかもな。ああそうしよう。ほんと親バカだね。ワジ、もう着替えたのかよ。ああ外で待ってるよ。アディオス。怪しい。怪しいってワジが？そりゃいつも基本的に怪しいやつだとは思うけど。いやそうじゃねえ。俺たちが喋っている間に素早く着替える手際の良さ、そして男女兼用にもなるセパレートタイプの水着、怪しくないか？どこが怪しいんだかさっぱりわからないんだが。たく僕年人め。まあいいか、俺たちも早く着替えようぜ。だな、待たせても悪いし。ワジ、お待たせ。よし、そんじゃ行くか。え、なんだ？なんか変なとこでもあるか？いや、男の水着姿ってのはさして面白くないと思ってね。まあ、二人とも体格はいいからがっかりはされないと思うよ。あのな、余計なお世話だっつうの。それじゃあビーチに出るとしようか。これはビーチなんて初めてだけど、こんな綺麗だとは思わなかったよ。普通のビーチは海沿いだし、砂もこんなに白くはないかな。多分大陸中東部にあるホワイトヘブンって砂浜から砂を運んできたんじゃないかな。マジか。ありえなさすぎだろう。改めて IBC の資産力が垣間見られるよね。それより女性陣が来る前に準備した方がいいんじゃない？ああ、そうだな。やっぱビーチにパラソルとかは定番だろう。なるほど、雑誌とかでもそんな写真があった気がする。よし、手分けして設置するか。ふう、こんなもんかな。ああいいんじゃね。上出来上出来。それじゃあ早速僕は休ませてもらおうかな。あのな、なんだか俺以上に遊び慣れてやがるな。ライダー。あ、お来たみてえだな。確かにこれは驚きです。ベルったらいつの間にこんなものを。ほらお姉ちゃん、早く早く。もうフランたら、ビーチは逃げないでしょ。
わざわざパラソルを用意してくれたんだ。さすが、気が利きますね。ほら、お姉ちゃん、せっかくだから前に出てアピールしなきゃ。ちょっと、そんな押さないでってば。いいじゃんいいじゃん。へえ、みんな似合ってるね。そうかしら。あまり自信はありませんが。ロイドさん、誰の水着姿が一番似合ってますか？え？もうフラン、ロイドさんを困らせないの。どうしたんだい？さっきからぼーっとしてるけど。さすがに刺激が強すぎか。うん、ちょっと目の毒かな。みんなものすごく似合っててびっくりしたよ。そのままグラビア写真とか撮られてもおかしくないくらいだ。ありがとう。ロイド、さすがはロイドさん、やはりタチが悪いです。あれ、こいついつか絶対身を滅ぼすな。まあ、それも男子の本懐じゃない。やっほー、お待たせ。地面真っ白です。へえ。お待たせ。お、もう可愛い子たちに囲まれてるじゃないの。あ、パラソルとか用意してくださったんですね。言ってくれりゃ俺がやったのに。なんだか綺麗というか圧倒されるというか、オーラが違う。そんな感じですね。すごいです。あら、あなたたちだってなかなかイケてるじゃない。うんうん、眼福眼福。そうね、エリーちゃんも思った通り、すっごくグラマーだし、キーヤちゃんもティアちゃんも抱きしめちゃいたいくらいだわ。セシルさんの胸で言われても。本当？本当に綺麗なビーチですね。まあ悪くないかな。って、あんたらいつまでボケっとしてんだよ。あぶねえあぶねえ、一瞬あっちの世界に行ってたぜ。男って単純ですね。ま、女性に比べたらシンプルな生き物だよね。ね、これは負けてられないかも。お姉ちゃん、頑張ろうね。無茶言わないでよ。お、いいな、キーヤ。その調子、その調子。大丈夫か？それじゃあ。おお、
キーヤ、やっぱり泳いだことあったんじゃないか。わからないけど。やるじゃん、チビ。リーシャネ、俺にもコツ教えて。はいはい。そうね、ちょっと上半身に力が入りすぎているから。なんだ、二人ともあっという間だったな。えへん。こんなのできるようになったって意味ねえし。ねえねえシュリー、あっちの岩まで泳ごう。なんで俺が。気をつけてな、二人とも。岩より向こうには絶対に行ったらダメだぞ。もう付き合えばいいんだろ。大丈夫かな。この辺りはかなり浅いみたいですから大丈夫ですよ。それにしてもキーヤちゃんすごいですね。あっという間にコツをつかんじゃったみたいですし。前にも泳げていたの体が思い出しただけかもしれないけどね。でも修理も結構すごいよな。今まで一度も泳いだことがないって言ってたのに。ここ最近の練習で体のバネとしなやかさが相当鍛えられていますから、ちょっとコツを教えたらあっという間でしたね。そうか、頑張っているみたいだな。そういえばアルカンシェルの舞台リニューアルするんだって。はい、リニューアルといっても金の太陽銀の月であるのは変わらないんですけど、シュリちゃんが新たな第三の姫として登場するアレンジが入っているんです。彼女がメインのシーンなんかも追加されているんですよ。そりゃすごいな。まさか最初に会った時はこんなに早く活躍するなんて思わなかったけれど。そうですね、多分イリアさんの導きとシュリちゃん自身の頑張りがあったからだと思います。私なんかよりずっと。大したことじゃ。そのちょっと疲れたので向こうで休んでいますね。そっか、お疲れ。まだまだ時間はあるからのんびり楽しんでいこう。はい。それにしても背はそんなに高くないのに相当。じゃなくて、まだ正午まで時間はあるし、俺もみんなに混ぜてもらおうかな。